小さな足を精一杯動かしながら元気に泳いでいるのは、先月末に卵から帰ったアカウミガメの赤ちゃんです。甲羅の長さはおよそ4センチ、体重は18グラムほどで、母親のアカウミガメが今年5月に産んだ82個の卵のうち38匹が孵化しました。訪れた人たちは赤ちゃんの今しか見られない愛くるしい姿に目を細めていました。可愛かった。可愛かった。こんなにちっちゃかったんだっていうだけ、まあ、ちょっと素朴な感想なんですけど、うん、いっぱい泳いでると可愛いもんね。名古屋港水族館では今月に入ってアカウミガメの卵がさらに70個生まれていて、来月上旬に孵化する予定です。